島男なり文久元年11月5日は、江戸時代後期の武士、武術家。本名は、石井達夫。通称は八郎。文化6年、笠間藩士、石井正郷の長男として生まれる。父より次元流剣術を学び、13歳で藩の飛び地の神屋で憲法引立世話役を務めた。その後、津山勝馬より、北新一刀流剣術を学び、 天保年間に、鹿島流を開いた。これ以外にも、僧術、なぎなた術、居合など様々な武術を修行したという。文政十二年、笠間藩を脱藩して島男なりと名乗り、国学者、桜東オスと、尊能上位運動に加わる。高下元年に、伊勢国の味園の村の無重の寺で道場を開いた。海元年に、大阪に移り、 生国魂神社の境内に道場を開いた。安政四年、それまでに学んだ剣術、創術、居合、なぎなた術などの武術を統合して、行動憲法と称した。桜東雄と協力して、桜田門外の変の首謀者の一人の高橋、太一郎を自宅にかくまっていたが、万、ま、延元年3月23日、大阪町奉行所の役人に捕らえられ、江戸へ送られた。 文久元年11月5日、天馬町の牢で告示。去年53。墓は、茨城県笠間市の月草寺にある。昭和3年、生後遺を追贈された。田尻左編造衣所見伝蔵保番上特使造衣年表 P57。ありがとうございます。